ウィスコチャです。今回なんですけど、っていうか今ね、もうすごいよくわからんテンションしてるんよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、昨日ね、テストがあったんですよ。寝坊してテスト受けられずに0点やったんですよ。あ、終わった、マジで。その時の顔が今のシェリーにそっくり。俺の顔忠実に再現しとるわ。うるせえ。はい、現環境でね、今一番雑魚いんですよ、シェリーが。まあ、ダイナマイクはガジェットのおかげでね、救われたんですけど、まあ、こいつめちゃくちゃ弱いんですけど、この静かな広場っていうね、マップ、これ唯一シェリーが強いところなんですよ。で、今の俺、最強のメンタルを持ち合わせてるんで、まあ、今ならあの伝説の企画ができるかもしれない。1秒も沈黙してはいけないブロスター、やっていきました。いや、まずね、あの遅刻した件について喋っていきたいと思うんですけど、そもそもね、あの遅刻初めてなんですよ。高校生活初めてで、すっげえ焦ったんですよ。もう0点ってことはもうすごいよ。だって国民的0点マスターののび太でさえ0点ってなかなかないんですよ、実は。ほとんどね、0点って取ってなくて、まあ、のび太を超えた瞬間でもあり、まあ、のび太より下になった瞬間でもあるんですけど、なんで、ちょっとね、今回の遅刻で俺気づいたことがあって、もうポジティブって素晴らしいなと思ったんですよ。こんなところで言うことではないと思うんですけど、まあ、すげえ焦ったっちゃ焦ったんですけど、まあ、人間の大敵って、おい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 、焦りなんですよね。さあ、ここでいかに落ち着くかが大事なんですよ。で、ここウルト打って、あえてのこっちなんですよ。こういうことなんですよ。まあ、確かに俺は昨日遅刻したけど、まあ、逆に言えば、まあ、人生で一番貴重なこの焦りを経験できたことで、今みたいな、まあ、ちっちゃい焦りはまあ何も怖くないと。何も怖くないさ、来い。あ、やばい、やられたー今。煽ったなー今、敵ね、煽りましたね、ミスターゴッドさん。おお、よっぽど自信があるようなんですけどさ、ここシェリーには勝てるのか。やばいな。いや、これは敵がうまかった。まあ、相手を褒めることによって自分はまあ下手ではないということを、相手を上げることで自分は下がらないって。よしよしよし、ちょっとあの文字煽ったんで、もうひたすら粘着してボコボコにしようかなと。煽った罪は重い。もう一生、もう一生か。ああ、ノエイ。おい、みんなダイナマイクほんと好きだな。誰だよ、ダイナマイク。ブロスターに普及させたやつ。ブロスターの中でもダイナマイク使うなんて、もう使うことだけで先輩なんでしょ。待って、あいつうまくね。待って、あのダイナマイクうまいんやけど。ちょ、おい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 。いや、怖い。いや、どうしたらいいの。いや、でも俺は焦らない体なんで。焦らない体。よし、よしよしよし。はいはいはい。もう今の俺に怖いものなんて一つもないんや。さあ、ここゆっくり落ち着いて、さあ、こっちをあえて攻撃することで、あ、はい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 。いやー、昨日があったおかげで、いや、成長できた気がしますね。いや、成長したのかな、これは。よくわかんないけどさ、ここでちょっと与えて遅くさせて、んで、まあ、ここは冷静に、こっ遅刻してよかったかもしれん。いや、メンタルが強い。最強のメンタルを持ち合わせていますね。今ね、すごく気分がいいですね。いや、ホットドッグ、ナイスナイスナイス。いやー、なんか言われてみたら、確かに俺たちはホットドッグみたいな関係なのかもしれないですね。いや、壁壊せ。いやー、まあ、確かに俺たちは言い換えればホットドッグみたいなもんですよね。パンとウインナーと、おー、いい、痛いな、お前。いやー、ハムドッグちゃん、ホットドッグ助けに来いよ、お前。いやー、あのパンとウインナーとパン、この3人の連携がないとホットドッグは完成しないんですよね。で、こうやって助け合うことが大事だという名前ですね。この人はもうよく気づいている。この人生をね、すごく経験された方なんじゃないかなと。すっぽん、よし、来た。あ、いいんじゃないの。まあ、エルプリも頑張ってくれ。もう本当にもう俺たちパンが、まあ、ウインナーを引き立たせてやるから、まあ、いくらでも言ってくれ。いやー、まあさすがに決めれんか。まあまあしゃあないですね。さあ、こっから、うわー、ダリル来てる。お、いい、行きすぎや、行きすぎや、お前、しゃしゃりすぎや。あ、やべ、リロードない。終わった、マジで。どうしよう、あとは頼んだ。ていうか、そもそももう、あの、交互に死ぬのやめようぜ、俺たち。死ぬときはみんな一緒に死のうぜ。だって俺たちホットドッグ、まあまあ、でも逆に言えば、まあこれでホットドッグが完成した状態で生まれ変わってるんで、なんならアド説。おい、何の隕石や、もうちょっと、おい、行き過ぎ。あ、いや、もう俺たちパンだけでいいんちゃうか。あのウインナーいらんちゃうか。
完璧やんけ俺たちの連携。さあさあさあ、ここでダリルが取っつってきてくれてるんで、ここウルト貯めて、おお、何の隕石や、だからだから何の隕石や。いやでもさっきの隕石のおかげで決まったのかもしれん。実は活躍してない隕石に見えて、実は行き過ぎや、お前、おお、引かれとるやんけ。さあさあ、いやいや、でももう一回落ち着く、一回落ち着いて、ウインナーの復帰を待ってあげますか。さあさあ、いやー、やっぱダメなんよね、一人じゃダメっすね。まあ、こうやって3人連携しないと。あのダリルずっとニヤニヤしてるな、あのピンズでずっとニヤニヤしてる。やばいやばい、誰か助けに来いって。おー、ナイスだ。いいね、いい連携っすね、今のはなかなか良かったっすね。さあ1対1なんで、解散しようぜ。はい、というわけで、まあ最弱キャラなんでさすがに限度はあるけど、まあ静かな広場そこそこシェリー強いんで、ぜひ使ってみてはいかがでしょうかと思いつつ、あとね、ちょっと気づいたんやけど、まあ、人生に無駄なことってないなと思いましたね。まあね、遅刻したけど、まあこのような冷静な、対応できるというスキルを身につけたんで、まあ皆さんもね、ポジティブにやっていきましょうって言いたいけど、いやいや、0点はさすがにやばいやろ、代償がでかすぎるんよ。この冷静さを得るよりもこっちの代償の方がでかいんよ。やらかしもした、終わったー。